はい、ありがとうございます。先ほどまでは大学院卒業するまでっていうところをお話をお伺いしたんですけど、はい、これからは今何をしているのかっていうところをお伺いしようかなと思ってます、はい、今働かれているところを選択した理由っていうところも含めて最初お伺いしたいなと思ってるんですけど、博士課程に行かないっていうところまでは分かったんですけど、うん、民間企業とかいろんな団体あるじゃないですか、はい、就職する際にで国際協力で働こうっていうところも自分の中でも決めてた感じなんですかね、うん、迷ったのは日本の公務員になるか国際協力の道でかっていうので迷ってました。そうなんですね、はい、なぜ公務員じゃなくて国際協力の道に選んだ感じなんですか。もともと公務員になりたかったのも、うんうん、地域の人のために働いてる人たちがすごく好き でそういう人たちと一緒に働くかってところで迷ってたんですけど、うんうんうん、国際協力もそういう側面が多くて、うんうん、いろんな国の官僚の方であったりとか地方政府の方と一緒に働くことで、うんうん、その地域を良くしようと思ってるその人たちを支えるような仕事ができる道にまずは進んでみようということで、はい、国際協力の道に進みました。なるほど、はい、ありがとうございます。で今お仕事されている内容は、はい、ODA を評価しているようなところにいらっしゃるんですよね、はい、具体的に ODA の評価ってどういうことなのかっていうところをお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、どういったことを評価するところになるんですか。その事業がどういうインパクトをきちんと出せたのか、うんうんうん、もしかして悪いインパクトを出してないかっていうような側面を事業が終わってから評価するものになります。なるほど。じゃあ、はい、途上国に対して何かプロジェクトを立てました、はい、そのプロジェクトに対して終わった時にどういうインパクトがあったのかっていうところを評価するところっていう感じなんですかね。あ、そうです。なるほど。実際そういったところで働かれると一、うん、人に対してどれぐらいのプロジェクトを見ることになるんですかね。だいたい2人1組とかで、うん、あのプロジェクトを見ることになるんですけども、はい、実際に調査を行う人とそれを管理する人っていう形で行うので、はい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 、実際に調査する人になると1件で手一杯になってしまうので、だいたい1人4件ぐらいが1年間でマックスなのかなと思います。そうなんですね、はい、実際プロジェクトっていう観点で見た時に、はい、1年に出来上がるプロジェクト数と終わるプロジェクト数ってどれぐらいあるんですか。例えば日本で ODA やってるのは JICA なので、うん、JICA の授業数でいうと年間200弱が始まり、それぐらいの数がその年に終わるっていうことです。マジで。だその評価も年間200弱を回すことになります。あ、じゃあもう年間200のプロジェクトが生まれていて、うん、200のプロジェクトが終わっているってこと、うんうん、あ、これすごいですね。ちなみにプロジェクトの平均的なプロジェクト年数でいうと2年とかですか。だいたい 2,3 年、はい、長くて5年くらいですかね、うんうんうん、はい、そうなんですね、うん、ちなみに ODA って言ってるのってどういうプロジェクトなんですか。うん、ODA っていうのは国として相手国の支援をするようなプロジェクトなんですけど、プロジェクトの形は様々で、本当に一番イメージしやすい学校を建てるとかももちろんそうですし、細かいところで例えば漁業が盛んな国であったら魚市場を整備するとか、清潔に管理する方法を日本の魚市場の人を派遣してその人たちに教えてもらうとか、そうなんだ、いろんな思いつく限りのプロジェクトがある。なるほど。じゃあ先ほどお話した内容だと、インフラ整備とか箱物を作るっていうのもプロジェクトだし、ノウハウを教えるっていうのもプロジェクトで、この2つに対してのプロジェクトを評価するっていうのが結衣さんがされていらっしゃるような内容ですかね。はい、これ本当に難しいところで、プロジェクトってマネジメントする側でだいぶ変わるじゃないですか。あとは案件の内容によっても変わるじゃないですか。なので何が成功なのか失敗なのかっていう要因ってすごい複数あって、でそれをちゃんと評価できるってすごいですね。はい、ただ国際協力の評価の仕組みは全世界共通で、そうなんですか。そうなんですよ。それどういう評価してるんですか。 OECD あるじゃないですか。はい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 、OECD の下に DAC っていう開発途上国への協力を取りまとめてるような機関がありまして、だいたいその OECD DAC が定めてる評価6項目っていうのがあって、それに従ってだいたい世界中どこの団体でも評価を行って、そんなのあるのなので個人の工夫とか、もちろん情報をどう集めるかみたいな、そういう技術的なところはありますけども、評価の立て付け的に個人個人の工夫が求められるわけではなくて、はい、基本的に決まったプロセスに沿って評価を行っているものになります。そうなんですね。そのDACが提供している6項目って簡単に聞いてもいいですか。どういう評価項目があるのかなと思って、ね、一つ一つですね、その妥当性っていうのがあって、はい、その国でその分野のプロジェクトをするの本当に正しいことですかと、保健分野やばいのに教育やってませんかとか、なるほどね、そういう妥当性っていうのが、はいはいはい、
つあります、うんうんうん、でその次に有効性とインパクト、これが多分一番大事だと思うんですけど、本当にそのプロジェクトがやったことはその地域の人たちのために有効でしたかと、うんうん、ちゃんと大きいインパクトがありましたか、うんうん、生活が変わりましたかっていうところを見るものです、はい、ただお金をかければやっぱりいいプロジェクトはできてしまうので、効率的でしたかっていうところも確認します、うんうん、事業期間がすごく事業効果に対して長すぎたり、お金を莫大に投資してしまったりすると、やっぱりそれはあまり良くないプロジェクトという判断になるので、そういうところも見ます。であと整合性、ちょっと妥当性に近いんですけども、はい、いろんな機関がいろんなプロジェクトを行っているんですよ ね、違う機関が同じ地域に同じようなプロジェクトをしてしまうと混乱を生みますよね。そうですよね。例えば教育だったら、こっちの国連機関はこの教材を使えって言ってるけど、これと日本から持ってきたこれ全然違うみたいなことになると、その地域の人困ってしまうので、そういうところをきちんと連携を取り合って、住み分けであったりとか、むしろ相乗効果を狙ったものであるとか、そういうところの整合性を取れてますかっていうのが整合性ですね。最後が持続性。やっぱりプロジェクトっていうのは期間があるものなので、その期間が終わった後にその地域がどうなっていくかっていうのが一番大事なところになります。なので、そのプロジェクトの効果がきちんと持続しているか、ちゃんとその国の予算がついて永続できるようなものであるかっていうことを確認します。これで多分6個です。なるほどですね。実際じゃあプロジェクト評価を6個の項目でやるとするじゃないですか、その評価項目でいいプロジェクトもあれば悪いプロジェクトもあると思うんですけど、それぞれいいプロジェクトに対してはそこで何が良かったかみたいなのを評価して、次のプロジェクトとか他のプロジェクトにそういう情報共有とかもしたりするんですか？あ、そうです。それはいろんな機関にいろんなやり方があると思うんですけども、基本的にいいプロジェクトであったら、こういうことをしたから成功したっていう知見をそれぞれの機関で貯めて、でそれを次の案件形成に生かすってことが行われています、確かにそうですよね。でかつプロジェクトをやってる担当者ってそれぞれまた別の担当者なんで、そのノウハウに独自的な形になってしまうんで、そこを評価の担当者がナレッジ貯めて他のプロジェクトに周知することもあったりするんですか？あ、はい、もちろんそれもありますし、期間を超えて日本の事業だとこういう教訓が出て、例えば韓国の事業だとこういう教訓が出てっていうのを一つに集めてるものとかもあります。え、そうなんですね。だからそういうナレッジが一つに集約できれば、全世界でどういうプロジェクトをやってるのか、それで成功した事例は何なのか、それ例えば失敗した事例もありますか？もちろん失敗した事例から学ぶこともすごく大事なところで、なんで失敗したのか、例えば人員配置が正しい方法で行われてなかったのかとか、住民の方への事前の周知が足りてなかったのかとか、そういう問題を分析して次の案件形成の時はそれをきちんとするように周知をしたりしています。なるほど、ありがとうございます。実際今働いているところってどういうことをされているかっていうところもお聞きしたんですけど、ちょっと最後にっていうところで、ザンビアとかいろんな国行かれてたと思うんですけど、海外に行かれてたからこそ分かる日本ってどういうふうに見えてるのかなっていうのをちょっとお聞きしたくて、ゆうさんから見て日本っていうのどう見えてますか？私は結構日本大好きというか、日本に住んでる時間もこれからの人生で長くあったらいいなと思ってるんですけど、もちろん課題もたくさんありますし、他の国ではもう少し自由にできてるところが日本ではどうしても堅苦しくなったりとか、そういうところも多いとは思います。でよく課題先進国みたいな言い方もされますけど、日本がこれからいろんな課題にどう取り組んでいくかっていうのは、これから他の国に対しても参考になる部分があると思うので、日本の課題についても自分なりに取り組んでいければなとは思っています。はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、確かに日本っていい部分もあるし悪い部分もあると、そうですね、まあ、それはでも海外でも同じですもん ね、 そうですね、いい部分もあるし悪い部分でもあるんで、まあ、ただ海外だけがいいわけでもないし、日本だけ悪いわけでもないし、どちらにもいいこと悪いことあるっていう感じがありますよ ね、 はい、ありがとうございます。あとゆいさんの中で国際協力ってどう捉えてますか？すごく大きな概念だと思っていて、国それぞれ抱えてる問題も違えば、その人々の性格や風土も違う中で、国同士で助け合うじゃないですけど、こういうふうなことをやって成功したから、じゃあちょっとそのやり方やってみませんかっていうのを、これからお互いにやっていくのが国際協力なのかなっていうふうには思っています。確かにおっしゃる通りで、どこでも同じなんですけど、すごく属人的になってるのってすごくもったいないなって思いますよね。だから成功した失敗したでもいいんですけど、そのナレッジを共有できるような形っていうのが、ゆいさんにとっての国際協力の捉え方って感じですかね。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後に今後国際協力に携わりたいなっていうふうに考えている方に対してアドバイスをするとしたら何ですかね？私も高校生の頃はすごく漠然とした憧れだったんですけれども、そんなに全然敷居の高い分野ではないなっていうのが今抱いている印象なので、本当に気軽に一回どんな形でも
ずボランティアでも協力隊でもトライしてみて、うん、その後でやっぱ自分に合わないなっていう人もいるだろうし、うん、そこからまた自分がやりたいことが見えてくるかもしれないので、うん、一回入ってみるのがいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、ありがとうございます。今の時代インターネットとかでいろんな情報落ちてるんでね、うん、その情報をパッと見て自分で行きたいなと思ったらとにかくまずやってみろって感じですかね、うん、そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ本日は国際協力で ODA の評価をされてらっしゃるゆいさんにお越しいただきました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。